はい、えー、アトラクティブストックスのコーナーです。えー、こちらの動画では大きく値動きになったテーマやセクター、あと個別の材料で値動きになったメガロを小,小型株を中心に見てまいります、えー。とりあえず今日まず見ておきたいのは、総勢の動きであります。110円安1474円、6.9%下落ということで、安値更新なんですね。でしかも2日、大幅続落となっています。 でえっ、ー、と、マザーズ指数への寄与度の高い銘柄ですから、す結構、まあ、多分ん、ん、今、ひょっとしたらサイバー田ンが抜いてるかもしれませんけど、寄、え、与、ー、度は高いです,ですので、マザーズ指数が今日大きく下げていたのは、やっぱり今日も創生が大きく寄与しているところだと思います。ということでいうと、今日は結構、買い場だったんじゃないかなって思ったりもするんですよね。なんか特段なんとかっていうことでもないと思うので、創生に関して。 えみたいなところ、えー、ちょっと見ております。他、あの、いつものマザーズ三兄弟見ていきますが、ミクシー、まあミクシーもマイナスなんですけどね、えー、29円安 2, 円、2746円、1%下落、うわん、終値ベースで、まあまあ、まあい,いや、安値付近です、とりあえず。<laughs> えっと、サイバーダイン、えー、サイバーダインプラスですね、25円高1320円、1.9%の上昇となりました。 まあ創生とかまあバイオベンチャーなんてしょうがないとして、ミクシーあたりが頑張れないのがちょっとまずいですよね。サ裁判内もまあ、ね、言っちゃ、あの、なんですか、介護用ロボットだけで頑張れって言われてもきついですよね、それはね。 っていうところかなとも思いますんで。で、えー、今日はテーマっていうところで見ていくと、多分ここは、まあ、テーマ、そう、面白いかなと思うんですね。スタートトゥデイ、100円高4025円、2.55%上昇です。あの、いわゆるその PB、プライベートブランドのその、なんですか、ス,スーツあの、なんか、ボディ、スーツ、ボディースーツとか、あの、その、自分の体型を、 あの、のデータが取れるやつ。<laughs> で、あのフルオーダースーツ、ビジネススーツを、えー、販売するっていう話なんですよ。私もちょっとそれならやりたいっていうところを思うんですが、でもスーツなら、でもそれだったらファストリーを応援したいっていう気持ちもあるんですが、まあそれはそれとして、で、っていうのがあって、今日はお、えー、それなりにしっかりという形であります。まあ面白そうですよね、そんなのね。で、その、えー サービスのためにですね、えここ、島世紀、ここの機器が活用されるという話が出ておりまして、今日は大幅高、270円だが5 4 0円5.2%上昇ということであります。で、えー、反対にスーツ関連の銘柄、紳士服関連がちょっと厳しくなっておりまして、えー、あ、大きいですね。 えー、青木ホールディングス116円安1459円7.4%下落。これはちょっと随分な陰線をつけて年初来安値更新となっても厳しいですね。それはそれは厳しい。紳士服屋さんって、まあこういうちょっと郊外型のやつ、青木とか、えっ、ー、と、コナカ見てみましょうか。こあそこまでじゃないですね。えー、でも安値更新。えー、コナカ8円安497円1.6%下落。なんか、 お店が繁盛してるとか、お店に人がいっぱいいるのあんまり見たことないんですけど、なんかちゃんと儲かってんのかなって思っちゃいますよね、こういうとこね。あの、メガネ屋さんとかもそうなんですけどね。人入ってんのかなとかって。まあ、なんか他のビジネスとかがあったりするんでしょうけどね。よくわかんないですけどね。ちょっと関連、青山商事。200円安3445円5.5%下落で安値更新。あとは、この辺ですかね。春山。 26円安985円2.57%下落。まあ、ZOZO、えー、タウンエフェクトみたいなことですか。かその ZOZO ゾゾタウンも Amazon エフェクトにやられるのかどうなのかといったところも含め、えー、どうなんでしょうかということであります。では、あとはですね、あとは、えっ、ー、と、こ,この辺か。日本海洋掘削。 今日も続進でありますかもうなんか見えないですけど、もうこの辺にいるんですよ。この辺にいるんです。あ、でもほ、ほとんど値段ついてないんですね。30円だから119円30、ね、ほとんど値段ついてないほ。できてないんですね。あの、ストップだからヒレ配分になってですね。33.7%上昇。もう完全なマネーゲーム。まあそういうこともあっていいでしょ知らないですけど。 でまあ明暗明暗分かれたというのかどうなのか、田淵電機、16円安131円10点、10.11%で楽です、ね。こっちはちょっとその動きについていかなかったというところでありました。あとですね、気になっているのは、うんと、あ今日はですね、結構、あのそ LINE でお送りしている推奨銘柄がなかなか調子が良くてですね、私は、ああ、 とと安心というところでアイスタイル25円の中1170円2.2%上昇ちょっと推奨銘柄バッと見ましょうかねちょっと一旦本当はやってたあの全部見たんですけど 録でできてななかったってことこんですがベクトル、えー、今日マイナスでした7円7円安2195円というところなんですがハーモニックが結構良かったんですねハーモニックドライブシステムズ255円高4845円5.6%上昇です設備投資系がこれでちょっと底入れ感が出てきたのかどうなのかっていう感じになってきましたねレーザーテック5円高3050円0.16%上昇あとはビジョンビジョンじゃないビジョンの方ビジョンの方 哺乳瓶じゃない方、六十五円高から三千六百五十五円、一点八パーセント上昇ということで、まあなかなか圧力のところ良かったなっていうところでありました。はい。で、あとは日本 M&A センターがえっ、ー、と三菱 UFJ 銀行か、今東京なくなったんで。 時はなくなったわけじゃないですけどね。えー、提携発表して、今日は上げております。あとは、大同工業公募増資発表で、今日は大きく下げました。私の第二の故郷、石川県銘柄であります。大同工業、二百四十六円安、二千、千二百円、十七パーセント下落で、大幅下落し,しょうがない。 化懸念とやつですねこちらテクマトリックスも同様で新株予約券の発表で企画、えー、懸け年でお売られております179円安2009円8.2%下落ですそしてキャンバスも同様新株予約券の発行42円安6十9円6%下落となっておりますあとは新バイオ製薬、えー、材料出ておりましたがん何のこっちゃよくわかんないですが高惑性腫瘍剤トレアキシンと、えー、高 CDT CD20 CD、抗体医薬品の併用の承認が出たということで、えー、バッと買われたんですが、バッと売られました。5、えー、円高、五円高149円3.5%上昇であります。まあ、これ低株なんで、まあ、ちょっと取れたら売っちゃうかっていう動きもやっぱりあるんでしょうし、これだけ長らくこう下落を続けてきましたから、そ,のまあ、それは負のパワーが溜まってるわけですよね。ちょっと上がってきたところで売っちゃおうかっていうところで上値を抑えられるっていうこ、この、ずるずる下がってきた銘柄のこう厳しいところですよね。 なかなかやっぱバイオベンチャーそういう意味では、う上寝、ね、取りにくくなってきたなっていうところも感じられるところであります。あとユーザーベース、アメリカ企業との提携、あ買収か。えっ、ー、と、何でしたっけ えー、アメリカオンライン経済メディアを完全子会社化というニュース出ております。310円中3470円、9.8%上昇。私もニュースピック一時期書いたんですが、まあ、あんまりお金にならない、あんまりというか全く意味,が意味がないとか、別に頑張ったところでっていう感じを感じてしまったので、やめてしまいましたが、<laughs> また時間があったら、ね、書きたいんですけどね。えー、であとは、えーとお、おととい。 ゃ先週末の明日はこれを変えて紹介したところの結果を見ればいいのかなですね。そういうことですね。で、ちょっとこれはミスったなっていうところで見えなくなっちゃうんでここで出しますが、えー、に日本フィルコン、日本フィルコン、あとは えっと、地域新聞そ、ここ以外結構良かったねって話だったんですけど、<laughs> ちょっとまとめて、まとめてみてみましょう。で、日本フィルコンだけ、えぇ、ー、すこぶる悪いはずです。<laughs> ここだけですね、全然いけてなかったんですね。あ、そうです。フィルコンでは出てきますフィルコンであります。日本フィルコン。 え、十、ああ、でも、そうでもんな、でも下げなかったですね。まあ、今まで下がってた分。えー、19円安百583円3.16%の下落となりました。アークス。ああ、こっちも売られちゃってんですね。出尽くし。116円安で2700円4.1%下落。 であとここは昨日も上がったんですが、えー、今日も促進です。ただちょっと売られましたけどね、えー、49円だか549円、9.88%上昇でした。ここは意外と決算良かったっていう。ですね KTK、で K K えー、こちらは大幅下落。65円355円、15.5%下落という形になりました。うんまあ地域新聞だけですかね。いけたのは。 とというようよなななころでありまししてなかかなか厳しかったで今日はレーティング情報の方はちょっと遅くなりますので、えー、多分先にあれが上がると思う明日はこれを買えの動画の方が先に上がると思いますがまあな好きなやつから見てください <laughs> ということで以上アトラクティブストックスのコーナーでした。